ウエストやっとく？ウエストやりたいっす。オープニング風にやっとく？ウエスト。こうだよね。ウエスト。ウエスト。え、今日は YouTuber。YouTuber にね。サッカー系 YouTuber。サッカー系 YouTuber の畑くんに来てもらって、はい、まあ、バーベキューやりながら対談形式で動画撮りたいなと思ってます。畑くんは B トップでサッカーやってますね。そうです。もともと北海道出身で。で僕より YouTube は登録者数も多いし先輩です。いろいろ、はいはい、教えてください。はい、もちろんもちろんノウハウはフィッシュファーストで、はい、やってもらったんでさっき、はい、畑くんのチャンネルの方でも続きなのか先なのか先が上がってますのでそちらもぜひご覧ください。お願いします。はい、フィッシュファーストしていただきました。しましたもう忘れたけどもうあんま覚えてない。賞賛賞賛に値する値する覚えて帰ってください。けど、okay、お願いします見るわ。お願いします、ね、結構夜川とかそれこそ試合の後のコメントとかいろいろしたりして頑張ってるんで。なんかじゃあ札幌の試合とか見てやってよ。え、でも熊いたの。そういうことっすか。カメラすごい銃声あったよ。じゃあすぐそこにいるって。バンケンスキー場今回ね、あの紹介するっていうことで、あそうです、ね、ここ提供して場所を提供してくれたんで、はい、皆さんぜひ、あの街中から近くてちょっとね後で周り見せますけどすごい自然の中にあって最気持ちいいっすね。でやっぱスキー場なんで冬は来るけど、はい、夏に来ないじゃないですか。ないっすね、めったに。でもやっぱいろんなジップラインがあったり、まあ、バーベキューできたりキャンプもできるんで、はい、ぜひ皆さん来てみてください。雪のないゲレンデなかなか見ることないです、ね、うん、ちなみに今日は大悟くんがこれ全部用意してくれました。このいかつい車と車うわっ銃声が銃声が聞こえる。ユーチューバーの大悟くんですこれ。本当に撃ってんなこれ。コンさんの試合いつも見て。見てる。はい。毎試合。こう飯食いながら、うん、コンさんの試合とか見ていつもなんかこうコメントしたりする。あ、そう。そんな偉そうなこと言ってないですけど。動画でね。はい。例えば。スゲさん好きなんで。ああ。スゲさんのプレー見てこう。ああ、ええわみたいなこと。簡単。関西弁なの？いや、大阪じゃないです。なんか、いや、出身も札幌なんですけど、うん、なんか関西弁気に入ってて。まあでもなんか、お笑いとかのね、そのツッコミとかそっちの方が綺麗だもん、はい。勝手にそうなっちゃうんです。うん、石川県大学は？大学は石川県です。金沢星稜大学っていうとこなんですけど。星稜の？そうです、星稜高校の付属の大学です。あ、練習ってどこやの？ビート。練習は、まこまないでやったり、岩見沢でやったり、厚別でやったり。まこまないってあったっけ？まこまないは、札幌ジュニアっていうチームなんですけど。うん、俺、一番最初入ってたよ。あ、そうなんですよ。ジュニアだった。そこの、駒岡サッカー場ってあるんですけど、うん、そこでやったりもしたり。あんま、決まってないですね、そこでやる。コンサーはもうあそこだけですね。いや、たまにその芝のために、札幌ドームのサブグラウンドでやる。1年間2回ぐらい、2週間ぐらい、こっちでやる。今どうなの、成績は。成績は、今、北海道リーグ2位で。1位は ?1 位は、十勝使い合わせてる。あ、そうなんだ。中原とか行ったもんな。そうなんですよ。違う、やっぱ。前期の最終節で、やって、うん、中原翔吾に決められて。あ、そう。先制点なんですけど、それ。うん、僕が右の自陣付近で蹴ったらそれずれて、うん、でハーフウェイラインぐらいやったんですけど、うん、インサイドでそのままダイレクトでネット突き刺してきて、うん、やっべえなと思って正直そこから打たれると思ってなかったんで、うん、しかもインサイドってやっぱ違うなと思いましたね、うん、あそこ狙えるんだって。やっぱスカイアースはすごいライバルですね、うん、どのくらい離れてんの。勝ち点はその1回負けたんで3離れてて、得失点は一応うちが今5勝ってるみたいな。あ、そうなんだ。ダイゴズキッチン撮ってないとこれ。ダイゴズキッチン。ダイゴズキッチン。若いなまだ。ちょっと怪しいっすか。どう。あ、いいんじゃないですか。いけそうだよね。はい。なんならベストじゃないですか。ね。うまそう。どう。めっちゃいいんじゃないですか。まあ焼きたい人は焼いてみたいな感じ。はい。普通にやっちゃうとさ硬くなるだけだからさ。はい。ちょっとアルミで。して、じゃがいも洗ったはいいけど、うん、調味料ずっといるね。ダッチオーブンでやろうと思ったけどさ、それをやめちゃったからさ、出番ないんだよ。
そのまま焼く。アルミでくるんでこの中に入れるしかないです。いいですか。使いやすい。コンサー結構いますよね。もうちょっとか。あと、あ、ユースか。ユースが多いのか。フォワードの名前覚えれないんだよ。行ってみ。いける。わあ、すごい。綺麗。こっちはちょっと焼けすぎてるの、硬い。うまそう。なんか料理できそうになってきた。いい。料理できないんですか。全くしない。めっちゃしてそうなイメージが。しかも凝ったら絶対うまいよ多分。うまいと思う。やったら。うまいっすよね多分。でもめんどいじゃんやっぱ。まあそこ買っちゃいますやっぱ。うん。だから外食かウーバーか。ウーバー頼むんすね。うん。なんで配達してんの。いや。うちの友達が。二人ほど。ニートでして。ニートしながらウーバーしてる。ニートしながらウーバーやってます。ウーバーでも儲かりはしないでしょ。楽なんじゃないですか。楽なんだ。自由度があって。焼きたい人が焼いて。ありますちょうどいいでぐらい行くね。いただきます。赤砂糖ですね。じゃあ俺ちょっとここで。いきます。どう？いけるこれ？いきます。うん。うわ、美味しい。うまい。これぐらい肉肉しいのいいね。うまいです。うまい。うまい。こっちはね、硬い。もうレアこうしてますね。うん。ああ、いいね。いいっすね。明日何時からですか、練習は。明日練習ない。え、ん？今日もオフですよね。うん。2連休。4っすか？あ、2連休。あ、俺もだ。明日俺もないわ。うわ。じゃあ、炭お願いします。はい。オフは何してるんですか、いつも。釣り行ったり。あ、釣り好きって言ってましたもん。釣りオタクですか。うん。やっぱね、一人の時間結構大事にしてて、あ、余計なことも考えないで、本当に魚を釣るっていうだけを考えて、釣りの間も、はい、無駄なことを考えないで、そう、だからまあ、意外とサッカーのこととかも考えちゃったりする時期とかある、はい、そういう時にいいよ。へえ、いいこと聞いたわ。釣りはいいよ、マジで。ずっと考えてる時あるから。大事、一人の時間、考えてるって言うやつこそ考えてないんだ。いや、結構考えてる。俺考えてるんですよ。考えてるの、はい、っていう俺のなんか持論がある。ちょっと考えてないのかもしれない。言ってるだけで。それも駆け引きなんじゃん。やっぱ繋がります。一緒関係ない。どうなんだろうね。昔監督言ってたんですよ、釣りは駆け引きだって言って。監督めっちゃ好きで、まあそこすごい言ってきたんですけど、あんま刺さんなくて。どうなんだろう。それはフライフィッシングって呼んでやんないと、まあ、虫に見せんの、あのルアーを。だから本当の虫にどうやったら見えるかみたいな感じで、流れてる虫みたいな、それを予想っていうか。West下がりうまそうだ。いけるよ。これがこれは味ついてたのかな。うまいよ。よし、塩コショウ。何もしてないかも。サガリめっちゃうまい。ボール切ってやる。あ、サガリ落ちちゃった。うまいじゃん。うまいです。カルビとかこういうの好きやん。好きやん。もうカルビ食わないもん、焼肉屋行っちゃう。食えないですか。食わない。それは好みじゃないってことですか。年取っていくにつれてカルビ食えなくなりますよね。っていうよね。鶏が多めだったでしょ、これ。はい。油分が少なめの。昔はでも絶対カルビ好きなんですけど、ね。なんだっけ名前。あ、タツヤです。タツヤ。イナーじゃないの。まあ嫌だって言ったじゃん。タツヤって言って。大悟くんには下の名前で呼ばれたいっていう英語が。本当は何なの。イナ。稲村タツヤ。稲村。自炊すんの。自炊は今実家暮らしなんで。あ、実家なんだ。はい。実家？実家です。何なのお前ら。出ろよ。いや、でもいろいろ事情もありまして。うん、家カフェやってて、うん、コロナでいろいろ大変になっちゃって戻ってこいみたいな感じもあって、うん、ビートップに入るのもそれがきっかけになって、うん、でも出たいんだよね今、うん、企んでるんだよね俺が。企んでます僕たちで。なんでそんなとこまで一緒にしてんの。いや、シェアハウスしようよみたいなこと言って。あ、そう、はい、シェアハウスいい。仲悪くなるんじゃない。いや、でも結構いるもんね。あ、そう。いや、でも多分仲も悪くなると思いますよ。まあそれはそれでね、金削減できるしね。うん、女の子連れ込めないしさ。それは間違いない。それは間違いないです。けど連れ込むようなタイプじゃないんですよ僕たちって。あの、したたかにやるタイプ。はい。どっちもね、結構
シャイボーイだから、はい、今のやっぱ若い子はあんまりそういう風にガツガツいかないでしょ。どうなんだろう。僕は結構行きますけど。行く行くそう行きます。もう定めたらナンパとかできる。ナンパも行こうと思えば行っちゃいます。まあ、したことないですけど。メイク大悟くんするんですか。できないよね。しそうだけど。本当に昔なんかその店員さんとかだったらまださ、はい、こう話せるからさ、はい、今度よかったらみたいなのあったりしたから。さすがに普通に歩いてる人とかさ変人ですよね。やる人確かに。それいけんのが川切りよさん。いけるんだ。